いやー、いや、すごいね、服装、俺。エナドレ作ろう。ワルイージー！わあ！あ、アンダリン。安城先輩。おかせるよ。今行くよ、レッツゴー。あいた。なんだ？客船だよ。あ、客今始船？まったとオッケー、ころ。あ、行きます。船、え、あれある？わあ！ケリ持ってる？てか、アボさ、みんなそういえばがさ、俺さ、怖がってた、その、時系列を話すロとケラさ、ン大魔王だったあのよ。さ、ナシマ君の件あったじゃん。あ、あったね。あの件から俺1ヶ月半ぐらいほぼ忙しくて起きれなくて、そうなんでだ。最俺近も、また、そんぐ、あ、全く一緒だ、じ多分ゃあ。ね、俺ら同じなんよね。全く一緒だね。ってことは会ってない、あれ以来。会ってない。俺も会ってない。島さんにも会ってないし、うん。この街のメンバーもなんか来たらめっちゃ増えてたみたいな。ああ、なるほどね。僕行くわ。桃太郎状態そう、ね。全く、あ、桃太郎じいゃ、や、浦全島く太一郎だ緒ろ。ね。ごめん。あのさ、じゃあ、ほぼ俺ら一緒やね。今行ってる？ちょっとアボ、じわじわ来た。俺さ、アボに話したいことあるんだ。ちょっと来てく今 M れ。さんのあれを答えてるやん。オッケー、ありがとう。大丈夫？アボ、エモいあれとかできる？大丈夫？エモいあれ？ああ、もう任せといてよ。あ、オッケー。いい感じだから、今、夕焼けが。確かに。俺さ、オールインがみんな強くなってさ、で、だいぶ強い人たちが増えてさ、俺、もう、ほら、俺、別に戦闘とか強くないから、まあ、正直もう俺は、オールイン、あ、もうついてる？衛星大丈夫？ついてああ、OKOK。そうだね。そうだね。もう十分頑張ったから、まあ、十分頑張ったっていうか、正直、まあ、俺なりに結構、いろいろやってたんだけど、やっぱりみんな強くて、やっぱどうしても戦闘面は本当に役立てないから、そうね、この辺でオールインはもう、ありがとう、本当に、アボ、今まで。オールインの、まあ、オールインのっていうか、まあ、オールインからというか、まあ、そうだね、オールインの、まあ、戦闘面は退いて、白市民交流を主にしようと思って。ああ、びっくりした。うん。やめる？全然やめない。あ、全然 おい、全然やあ、めやない。めるかと思った今。全然やめない。あ、やめないんだ、びっくりした。え、戦闘しないってこと？なんか、人数足りてたら、そんな、絶対に大型行くとか、下取り絶対行くっていうよりは、白市民交流とかを、俺多分それがメインというか、それが強みで入れてもらってるから、俺そもそまあ、も。確かに。でも戦闘ずっとやってて俺で まあもう今ほんと戦闘面だいぶ強いから、ああ、なるほどね。人数も増えたし、役割みんな違うじゃん。ワンピース見てる？見てる。サンジが言ったじゃん、ウソップにやれるべきなんことやて？れって。あ、まあ、言ってたかもそな。う、ウソッちょっとプあんまに覚えルてフィない。の強さは求めてないし、ああ、そうね。ルフィに料理の腕は求めてないじゃん、サまあ、ンジじ確ゃかん、に。それは。役割があるから、だから白市民ちゃんと交流して、でなんか交流して友達増やして、はい、終わりっていうよりは、なんかちゃんと那須間君ぐらいさ、いろいろちゃんと人本当とに、ね。そうだね、ちゃんと関係値築いてできるようにしたいなっていう。何あの車、めっちゃいい話してんのに見てなかった。見てなかったんや。目の前やで今車を嘘、押してきた。どこ見てたんだとしたら、お前どこに落ち、前前前あれ目の前どこ見そってちた？お見て前、なんか、ま、全然見てないでしょ、画面。全然真反対見てた。で、そう、それを最近決めて、そう、ちょっとアボは全然、起きてるタイミングが合わなそうかったかね。らさ、ああ、なるほど。そう。って感じ俺かもな。ちょっとじゃあ話しとくか、せっかくだし。え、もしかして、大事な話？そうね。マジか。まあ、結構長いこと俺は、ああ、1.5期生から、そうだね。まあ、オールインっていう団体に来てたんだけど、ああ、まあ、みんなといる時間も楽しかったし、これからも楽しい時間過ごせるかなと思ってたんだけど、おい、嘘だろ、アボ。おい！なんか、おい！うっす！やめてくれよ！いなくなる。おい！やめてくれよ！え？ドッキリでしょ？普通にいなくなる。あ、ちょっと待って、あれ？ドッキリじゃなくて？ドッキリじゃいななくい？なる。やば！
なんでよ。いやだだ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 だ。いや嘘嘘嘘嘘嘘。嘘？嘘嘘嘘嘘。あ嘘か、よかった。お前なんかお前ちょっとありえるんだよ。マジで全然ありえる。抜けたよーとか言って。ありえるから。あー危ない危ない。まあでも、うん、いやえ大丈夫それは本当にない？まあ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 、まあ、ないと思いますよ。まあまあでも、うん、今半々だけど、うん、俺結構ガチでアボいるから、うん、いたか俺に悩んでる時期に、あやばうん、おい何どうしたお前。なんでいい話してるのに。やばいやばい、いい話するから。いい話してる。大丈夫、うん、アボがいたから俺に入る決め手にも結構なってて、うん、お前あなんかしてる他に大丈夫か、うん、大丈夫だよ、うん、そうだよな。そうアボがいたから俺に迷ってた時に結構決め手にもなってて、うん、なるほど。そうで、うん、まあ俺は言ってくれたら嬉しいけど、まあ、来やすい時に気軽にでも、うん、まあ、マジでこの街多分やりたいことやった方がいいから絶対、うん、気軽にもっとなんかやりたいことあるんだったらそれでもいいのかなと思うけど嫌だ、うん、なるほど。ちょっとごめん、うん、最後のでよくいや本当にやりたいことやるべきだから、うん、アボのやりたいことを絶対やった方がいいし、うん、だからそういう時はなんかのやりづらいな、なんかあったんだったら抜けても嫌、うん、だ。あーすごい。最後あれ言ってること全然違う。いや本当にいや一貫してる俺は。マジで思う、マジで思う、まあ、一貫はしてるか。そう矛盾はしてるけど一貫はしてる、ね、言ってることはもう本当に。だからお前の好きなことをやるのが絶対にいいから。そうだよ、ね、気軽に俺が好きなことをやるべきってこと、気軽に来るべきなんよそもそも。そうだよな。そうそんな毎日毎日いるべきでもないし、いるべきじゃないというか、まあ本当にやりたいことやる、う、ね、うん、それでいいと思うんだよ。やだ。やだねえか。ようやくしたらやじゃねえか。全部やだよ。やだろそりゃ。まあまあまあ、うん、ね、安城が戦闘しなくなっちゃうのかも。そうだね、一応今日みたいに普通参加するけど、参加するけどマストじゃないというか、人数多い時は。そうだね、自由にというかちゃんと関係作っていきたいから。ああ俺は普通に、まあ、雪が溶けちゃったら、うん、日本に帰ることになるかもしれないぐらい。溶けてるよ。いやいやいや溶けてるよ雪。いやまだまだまだギリ6月だから。あ本当？いやもう溶けちゃった、溶け切ったらもうだってそれはもう一回復活させてもらうしかないから。なんて儚いこと言うんだよ。オラフじゃないわ、オラフ。いや雪だっけ、いやいやなんだっけ、あの雪生み出す雪の。あえオラフのこと？え違う、あアナか。オラフ生み出した人アナか。アナか。そうアナに復活させてもらわなきゃいけない。そんな感じでアナの例えすのやめて。あそんなわかんないのに。ふやふやふわふわしてない。いやちょっと僕あんま見てなくて俺。あんま見てないならなおやめて。アナ駅2あるじゃん。うんうんうん。マジで見に行きたいって友達に言われて。はいはいはい。でまあ、見に行くかって言ってあの駅2見に行ったけど、うん、本当にもう一番大事なとこだけ全部寝てたから。マジでやめてその話すんの。マジでやめて。何も覚えてなくて。そんなしないでマジで。俺も昔友達となんか映画中に寝るやつマジ最低だよねって言って、あ、はい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 、本当に良くないよねって言って俺カーズで寝たことある、うん、ディズニーの車のやつ全然面白くなかった。カーズか、全然意味わかんなくて。カーズは、まあ子供の頃めっちゃおもろかった記憶あるけどな。なんかなんで車喋ってんだろうって思って。え、そう大人になって見ちゃった。大人になってた。あ大人になってたかも。大人になるとちょっとな、いやこ精神年齢が楽しめない心、大人だったかもしれない。いやいやいや、そうもしかしたら。カズちょっと難しいな確かに。でもさアボはさ、いやアボってどうなんだろう、なんか悩みなさそうだけどさ、うん、まあ、なんかあったり言って。まあな悩みないね。一回ぐらいないよね、限りなくないに違う。でもお前1回ぐらいこの街来たならエモパートしとけよ。いや1回もないね。ちなみにエモいやつやっとけって。エモいやつやっとけって言うのやめろお前。頼むって、お前がやってきたことが打算的になる。いや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 、そういうじゃない。あれはもうほんと運命的な、俺も運命的なね、もう分かんない状態だったから本当にこの街でしか出会えない運命に。いや本当にそう、実際本当に。いや俺のてかエモパートあるよ。ないよ。なんか、うん、この街に来た3日目ぐらいの時かな、はいはいはい、になんかこの町にいた、うん、なんか何だっけ、お笑い芸人の人、ズズって名前の人かな。あはいはいはい、はい、あの誰だったかな、なんかちょっともう今はいない人なんだけど、うんうん、なんか昔いた、うん、なんか名前忘れちゃったけど、なんかなんちゃらなんか ビビなんちゃらみたいなやつと、はいはい、男女4人で、はいはい、工事現場でバイトしたことやん。うわ夏。しかも1個言っていい。
エモパートではないですから。 今思えばエモパートになってるけど、今あの時は全然チョケパートだったね。確かに全然仕事はかかってなかったもんな俺たち。え、全然だよ、懐かしい。あれやばくない？いやーやばいね。1年くらい前だよ。え、もうそっか、そうだ、え、やば。ホラー好きでる人いますか？ガチでえぐい、えぐいっしょ、あれが1年前なの。いや、だとしたらもうちょっとちゃんとやって、M パートあと、もう1個だけお願いある。あ、ほんまに、俺もできたかも。1個だけ、いい、あ、ほんまに、いいよ。恋愛してくれ。あー、無理。頼む。ごめん、無理。頼む。この通り。頼む。いや、祈られてするもんじゃないから。抜ける前にしてくれ。頼む。しないしない。抜けてもいいから、そしたら。そしたら抜けていいんだ。もう、そのパートいたいな。キモい。見たい。ボスと一緒やん。いや、マジで見たい。想像がつかん。俺がね。うん。いや、俺はしないよ。見て。え、でも逆に、なんていう、他の人は、他の人どうなん？他の人？うん、恋愛？うん、アンジョはいいとして、ま、ああ俺はね、アンジョはもう、でも待って、あ、もう一個して、何？もしお前が恋愛パートしたら、うん、俺多分世界一綺麗な涙流れる普通にその雫売れるぐらいの涙出る、もしかして。本当に綺麗だと思う、その涙はその涙だけはマジでその涙に俺なんて言ったらいいか分かんないから、いや、お前の本当に純粋に泣く多分こいつもう心の底から泣くってこと。心の底綺麗な、何のそこには何の感情もない、何もない、無、そう、もう無、あの感情、感動という、そう、こいつ大人になったな。いや、夜だろその恋愛パートの、しかもいやー見たいな。いや恋愛はな、トニーの乗って最初関わり合いがないからな俺、はい、じゃあどれ、じゃあよかった、シリアスパートやって、じゃ あシリアスパートやるできる全員殺してみる、マジな。でも、いや、それすごいね。それで多分ね、シリアスパートじゃなくて、炎上パートかも。大炎上パートかもしれない。大炎上パート、それもしかして、うん。よくないかも。炎上パートになったらちょっとまずいか。そうだね。確かに。よくない街の去り方やね、それ。確かに確かに。うん、綺麗に去ったね。綺麗に去った方がいいか。うん、うん。でも、警察やって先に救急隊倒して、うんうんうん。起こせなくして、うんうん、で白市民片っ端が行くみたいな。炎上パートやねんな、それは。ギャング。やばいやつ。ギャング。サイコパスになる、この町一の。じゃあダメだ。うん。うわあ、そっか。まあまあまあ。でもまあ俺はまあしばらくまだね、いろいろやりたいことあると思いますんで。ある？大丈夫？うん。安城はむしろ、安城は白市民と最近関わってなかったんじゃないの？うん、そう、なんか本当にそれこそ、うん。まあオールイン入ってからオールイン集中する時期があって、うん、でそこからユキンコと出会ってとかあったから、ね、本当に他の人の関わり薄くて今、うん、なるほどね。そうだからちゃんと一旦そこを取り戻しつつ、はい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 、っていうしっかり交流したいなって感じかな。なるほど、うん、交流したいな、それは。そうなんだよ、俺もなんか交流してくるか、他のギャングと。いや全然ありだよマジでね。え、てかさ、一番アボやってておもろい時は何？大型？やっぱ。いや何がおもろいんだろうね。別になんか何かにがおもろいとかではなく。いやまあなんか小型犯罪を。ああ。黙々としてる時が面白い。なんか。ああ。動く時が。馬で逃走したいね。ハングレ？今日は。いやハングレではないけど。ハングレじゃないよね。馬で、うん、あのコンビニ行って今から逃走してこようかなと思ってる。あ、全然ありだけどね。うん、それはしたいね。それが来ないんだよね最近、警察が。あ、来ないんか。そう、あんまり警察増えるんじゃないかな。でもなんか今後増えるのかな。増えたらね、そうだけど、来てくれそうだけど、あんまり俺のがまでやってる時誰も来なくて。おはよう。おはようございます。おはよう。まあでもしょうもないな俺は。何かな。おはようございます。店とか作ろうかな。店とか。あ、おはようございます。店いいじゃん。おはよう。何のお店。いやだから何のお店作るかはもう本当に嫌な店作りたいよね。嫌な店。嫌な店。何？なんかもうあれは？あの接客態度一番悪い店。ああいいね、レイジーハウスね。うんうんうん。レイジーハウス作るか。あり。でもなんか燃えそうじゃない？なんか怖くない？燃える、燃えそう、怖いよ。怖いよね。うん、怖い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 。なんか大変そう。でもまあちょっと気になるよね。コンセプトがすごいわあれは。うん。で俺らもやろうレイジーハウス。俺はちょっと体験だけ行くわ。いやいやいや、常駐的にの怖いわ。常駐的に正社員ギャングとか来てもやんなきゃいけないでしょ
詰められちゃうやん。でもこの町の例えばだからどっかの飲食店いろいろあるじゃん、うん、うんうんうん、なんか中華料理屋とかさ、カレー屋とかさ、はいはいはい、ハンバーガー屋とかの横に同じライバル店をいっぱい建てる会社を建てたいな。いやいやいや、俺は目的何それ。いや目的はない、別にないんだ。うん、でもカレー屋の隣にカレー屋建てて、その新規カレーを潰す。やめようよ。あ、そういうロールプレイ。いや、まあそういうロールプレイ、あの企業系ロールプレイしたいな。ああ、いいね、企業家同士の戦いね。企業家の戦いしたいなって、ちょっと見たいな。戦い地味やけど。それかボディービルダーをちょくる会社作るかね。ボディービルダーをちょくる会社。うん、ボディービルダーをちょくる会社。誰入んねんそれ。なんかボディービルダーとか街中にいたら、うん、あ、あいーって、あいーって言う。でもボディービルダーに勝って。ボディービルダーいない、この街。ボディービルダーいない、この街。いないいないいない。ボディービルダーになる、俺たちが。ボディービルダーになるんだ。ボディービルダーになって、ボディービルダーいないのって損だよな、ちょっと。でも、ボディービルダーになるのありだね。ありだよね、それで言うと。ボディービルダーになるか。筋トレして毎日、うん、黙々と筋肉つけて、うん、ボディービルダーになってみんなに見てもらう会作る。作るか。いや作るか、ボディービルダー協会。それで行こうじゃ。行くか俺。俺はその会長になってボディービルしないけど。しないんだ、みんながしてくれれば。うん、えぐいじゃん。いいよな。え、めっちゃいいやんそれ。めっちゃいいか。ボディービルダーめっちゃいいやん。アンジョなんかないの、白市民と交流するならこれ建てたいとか。あ、でもね、俺ね、薬局今、うんうん、勤めてるから。乗っ取った？あ、乗っ取ってないんだ。あ、乗っ取ってはない。これから。乗っ取ってはない。これから乗っ取る。うん、お前が店長。俺今でもチーフだよ、もう。あ、違う。そうだから権限、店開けれる。あ、ちょっとずつ登ってんだ今。ちょっとずつ。まだお前秘密しとけよお前。オッケーオッケーオッケー。危ないから。副店長行って。うん。で、そう、店長あんま来ないなってなったタイミングでこそっと店長になり変わろうぜ。あ、いいね。いや、でそれで乗っ取ったらもう本当何でも売り放題だぞ。乗っ取るか。うん、何でも売っていいんだからな、薬局なんて。何でもいいんでしょ。何でもいい。あの 250% 増量のハッピーターンのやつ売ろう。あるよね。、うん、薬局にあるもん、ね、とかに売ってる、うん、いいね、作るわ。あれとかそう。俺 450% しようぜ、増量。ほぼ粉。すごいね、これほぼ粉やん俺たち。うん、すごいなそれは。袋開けたらほぼ粉、ね、日本のやつ混ぜちゃってね。いいね。お礼なんつってね、気分が上がってきたんです。本当にハッピーになりますなんつってね。本当にハッピーターンっていう。いいね、めちゃくちゃいいだそれ。楽しみになってきたな、そう思うと。本当？うん、楽しみになってきた本当に、うん、じゃあそれ、まあ、なんかまた話すときやったら、うん、アンジョには一番最初に話すわ俺。あ、そう、頼むよそれ。うん、話してよ。お前がいてくれるときに、うん、ちょっと俺の今後の人生の話するわ。またオッケー。うん、いつでも聞くよ話。うん、いつでも聞いてほしいな。分かった。今日この後なんかあるのかな。あれじゃない？客船？あ、違う、客船今やったわ。客船やったね。なんだっけ？この後ってなんか大型あります？まだない。工場待ってるね。警察ケース待ってる。ごめん、あの、ん？出なくなっちゃった。左側のやつ。右側にあるみんなの名前。でも、アボ。ん？何？一つだけ言わせてくれ。あ、オッケー、何？俺はさ、うん、お前がいるオールインが、うん、好きだよ。あ、俺も、安城がいるオールイン、が好きだったらよかったな。いや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 、できないね、エモパート。そんな感じで言っちゃうなら。全然重くない、ね、全然重くなかった今。全然重くない。あ、ごめんごめんごめん。なんでな、間違えちゃった。いや、ね、言ってあげればよかったなって思って。言ってあげればよかったよ、うん、言ってあげればよかった、ね、エモパートの時は我慢してほしい。いや、口からも出なかった今。うん、全然じゃん。全然ないよ。いや、でも安城もな、安城でも人とのあれはあったわけでしょ、うん、まあ色恋沙汰は、まあ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 、そうだね。なんかいろいろあったじゃん多分。あったあったあった。うわー、次なんかもう一段か発展したやつ行く。何、どういう感じですかねそれ。ちなみに、なんかそのまあわかんない、だから2パターンあるよね。2パターン、うん、幸せな方か幸せじゃない方か。はい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 。で、幸せじゃない方やれってこと。まあ、うわパターンしてみた方がいいけどね。うんうんうん。ダメやね俺。それ、うん、できないできない。絶対できない。うん、できない。あ、絶対できないか。うんうん、まあ、ダメや、ね、俺がそっちパターン見せるか。あ、それ見たいよ。それ普通に見たい。また違う意味の涙出るかも。三股？うん。誰？いやー、でも誰とかないんだよな。もうとりあえず手当たり次第。いや、もう化け物次第。化け物。手当たり次第三股するか。アボってさ。
この街で自分をさ自己紹介するとしたらどういう紹介の仕方するの、うん、もう本当にこの街で一番病気な男ですって。病気な男です。陽気陽気陽気、あ陽気ね、うん、あ確かに確かに。ブルックになりたいですって。あブルックになりたいんだ。うん、えワンピースで言うとブルック目指してんの。ワンピースで言うとブルック目指してる。あそうなんや。だって他の人のパンティ見れるでしょあれ。お前やば理由ドスケベドスケベ少年やんけお前理由違うかそれじゃない。ブルックの曲って、うん、違うよ。なんか血出てないなんちょ。えマジですか。時かな。血出てない。え時かな。これあげます。この買いに行ける程度の数、うん、ガシしない程度の。このスタッシュの中入ってますよ。ちょっとだけな。ちょっとだけもらっとくかな。地の薬。地の薬。アルビさん地なんすか。でも飲み物なくない。飲み物はない。飲み物を渡します。ここちょっとちょうだい。10個しかない ねこの木邪魔じゃね。確かに言うと思った。そう、ね、中に中にウサギさんいます。言うと思った気がちゃう。もうちょっと空飛ぼうか。持ってんの持ってないの。うん、葉っぱは少し邪魔に感じてはいる。そうですね。木はいいけどね。うん、木はいい。ちょっと見づらい。葉っぱの問題やろな。ちょっと買いに行ったっていいな飲み物は。ちょっとね。人はめっちゃ好き。エコカフェやってるからちょっと寄ってきますわ。うい。木はいいんじゃない。木は別に。葉っぱだよ。殺されてる。ウサギさんの本体かもしれない。なんか震えてない？怒ってるよ。ウサギさん怒ってるよ。おしゃれポイントだったのにって。で、それ一回行ってくろ。伝わってんの？ボスおはよう。うん。がっかりしてるよ。それ行ってくる。ふい。いやでもね、まあ木とかねいいんだけど、葉っぱがちょっとね箱を触るときにどうしても干渉しているっていう問題が、うん、そうそうそう。めっちゃはっきり言うとめっちゃ邪魔くせえマジで。はっきり言いすぎじゃね。めっちゃかわいそうじゃない。いやこれも優しさです。何これん。木はね別に気にしてないみたいだよ多分。もうちょっとなんか上に、いや根っこをやれないのかな。まあ、何してるの。パシの準備してるの。この葉っぱって木から出てるわけじゃないんじゃない？どうなの？あ、どうなんだこれ？葉っぱ自体動いてない？多分。なるほど。ああ、確かにそうかも。まあ下の部分は割と別に気になってないと思う。木とか。仕事死んでない？木とか下の部分は特に問題なさそう。なんかこの箱をいじるときにどうしても心の目を下に向けるんだけど。そうそうそう。その時に葉っぱがすごい干渉するんだよねどうしても。多分これがみんな少し邪魔になってると思う。葉っぱで見えなくなっちゃうんだ箱が。うん。オッケー。だから葉っぱだけちょっと、まあでも残す部分は残してもいいのかも。この箱をいじるときに干渉さえしなければいい。うんうん。多分。まあそこは最上で。この天井の高さ。そうですね。だとあれなのかね。よいしょ、おはようございます。おはようございます。ありがとう、うさぎさん。でもあそこすごい他。飲み物くれてありがとう、お前に。あ、ボス。うん。タトゥー入れたし、クマ黒色にした。どうですの？はい。ほんで？はい、ほんで？入れろって言われたから報告したのに。かわいい？かわいいって何？そもそも。哲学みたいな。知らない？かわいいの説明はネマにはできないな。よいしょ。まあ、悪くない。紙袋かぶってさ。それはそう。紙袋ここどこを見て可愛いって言えばいいの俺は。紙袋やって。タトゥー。いやタトゥー可愛くないよそれ。嘘。うん、なんか死んでる。あ、僕中で寝たら死ぬんだよね。あ、そうなの。中で死んでるの。出てた出てた。どういうことだ。中で寝たら死ぬんや。CPU どういうこと。そんな歪みあるの。中で寝たら死ぬみたいな。かわいすぎる。あるんだ。あるある。知らなかった。ん、おはよう。おはようございます。ええかこれで。ん、ボス起きてる。おはようございます。おはようございます。マジ準備中らしいね。中、アルビー行けばええやん。俺かよ。俺やってないからな。あんま遅いぞ多分。
もう RB 以外はできる人はいないよ、そもそも。なんでだよ。あ、ゆいさん、じゃあできないんです。そんなことはねえだろ。なあ、頭悪いからできないのよ。俺も頭悪いだろ。めっちゃ頭悪いっすよ。ずっと見えねえ。バカしかいないの。バカしかいないです。バカしかおらんよ。なんそれはそう。もう金しかいないっす。ほぼバカっすよ。やりたいみたいに言ってなかった？そうでもない。あいつやったことある？わかんない。ない。レーザーに引っかかりそう。あ、確かにレーザーあるのか。あれさ、あれ下降りたらさ、うん、右の方にローリングするじゃん、レーザー。それじゃなくて左の方にスライディングで行ってすぐレーザー消せば30秒で消える。え、スライディングで抜けれんの？左ってあれじゃない、なんか3本とかで埋まってなかったっけ。まあ行けはするけど、行けんの？危なくね。なんていうか、しらいやね。それは、それはあれか、グリグリってなるやつか。そう、グリグリだね。まずいな。グリはちょっとまずいか。グリグリしてる。グリグリはまずいな。これ以上まずい。しらいさん以外は。これ以上まずい。そこの領域しかできない。スライディングで車避けられるのも割とグリグリしてるからな。でも、スライディングでレーザー避けるなんて、なくはないじゃん。まあ、なくはない。なくはない。なくはない。了解。体細いやつがさ、ワンチャンあるやん。スライディングでレーザー。アクション映画とかであるからね。ジェームズ・ボンドならね。うん。そろそろヤクザ開けたな。早うかな。早い。そんな感じなんだ。早ますか。じゃあ。早ましょうか。せっかくなんで。何そんな青、緑の。どうした。じゃあ、気分がね。その時の気分で変えようよ。いや、青は、タートなくね。タトゥー。なんて言った？タトゥー。タトゥー。タトゥー。タトゥーがない。タトゥー入れてない。入れてない。俺タトゥー。なんで？え、温泉入りたいから。温泉。ああ。まあね。結構ちゃんと真っ当な理由だったのね。そうそうそう。三キロ温泉。この町に温泉ってあんの？なかったっけこの町は。一応あるんですけど、あのほぼ水たまりっすね。でも水たまりじゃね、うん、水たまりは温泉じゃなくないか。一応温泉と言われてる。今後できた時に入れなくなったら俺消えちゃうから残っとくよ。ああ俺向かうわ。じゃあそしたら消せるよ。消せる。うん、じゃあ入れとこうかな。ソフトガン持ってきてくんない？あいいよ。なんか赤いサッカーボールとか入れたいんだけど入れるかな。赤いサッカーボール。赤いサッカーボールのタトゥー。どういう意味するわ。いやなんか意味はないけどかっこいいから。サーカーボールか。お前そんなサーカーボールになりたいの？いや、サーカーボールになりたいわけじゃないよ。入れたい、入れるならってこと。なるよ。ああ、なるほどね。そうそうそう。入れてえな。それパシフィックロケラン使ってもいいですか？以上で。まあ。ではちょっと歪んだんで、連載行ってきます。回転だったら使っていいんじゃない？前に名前消しといて。やった。行くか、パシに。ごめん、なんかずっと無料空襲みたいなことしてるし。なんか後ろに。味と前にヘリが落ちるかもしれないから気をつけて。仏様なんで。うさぎさんは中いる？中？うさぎさん中？中回収？うさぎさん中回収。OK してる。OK してる。OK してる。本当だ。OK してる。衛生界で OK な？衛生界。ちょっとじゃあハウジングしてもらってパシフィックのレーザー取ってもらおう。あ、いいっすね。いや確かに遠隔でね。うさぎさんレーザースライディングで受けれます？邪魔になるから。やってもらおう。喋れないことをいいことにも言いたい放題するな。今回どう？え？まあもうちょっと。もうちょっと。なんで？怖いって。殺そうとした。違う。何もしてない。何もしてない。ああ、でっかい銃です。どっから出したのその銃ってぐらいでっかいな。手品かと思った。アボ、狙いやすいな。ちょっとだけね。でもここ右左判定ないか俺。マジ？やってみていい？やってみていいよ。端っこならね、ほら。おお。おお。いたでしょ。いたそう。おお。ういー。血ついてんだよな。ういーって言いながら。ああ怖い。やつ。おお。すげえ。俺の線超出てる。なんで連射出る。カメラ笑わせ。ああ。おい最悪ね。思ったわ。もうされると思ったわ。ちょっと避けようかなと思ったのに今俺締めたやされてんのかな今。やめろ個人の人呼ぶから。やめろみんな。おい誰か俺の身代わりになれ。
やだ絶対やだ。代わりになりたいの。絶対やだ。お願いの仕方が悪いかも。今ね。俺の身代わりになれ。ひどいよね。ひどいですよね。ガンツの西君みたいな言い方してる。スーツがお釈迦になった。助けろ。じゃあ、あいつやられるわ。やられるっすね、あれは。おハンドしかしてないしね。足でやるよ、足で。あ、サッカーなんや、あれ。おい、ダメか。サッカーだと思ってる異常者が言って、俺のこと。いったなんで倒れさせてもらえないもん、横に。あ、やばい。やばい、腰に早く。腰の人、早く来て。パス、ウィー、いた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 パス受け取ってもらえなくてブチ入れられるのおもろい。パス早くパスすな、パスすな。パスやばい、もう絶対俺赤いサッカーボールのタツ入れんとこもう。これシュートしよう。絶対ゴールシュート。うわこいつら遊びやがってこいつら。個人の人、こっちです。早く助けて。この人個人じゃないと多分。え、もう個人じゃないの。バケモン来た。オッケーオッケー、じゃあノリで俺が起こす練習だけしてくる。おい、プレデター。お出た。お前かよ。個人じゃないのあれ。天草だよ。あれは誰だ。来た、天草モード。枝豆。個人忙しそうだ。枝豆も。なんだろう、今の人たち。来ねえ。おい、個人来ねえって。どうしたんですか。あ、個人の方ですか。はい。あ、起こしてもらえたら嬉しいなって。すごく機械じゃないんで。マヌエル、今からワンちゃん死にますが事件性はありません。 ありがとう、やだら。どういうことなの。グッバイ、ノエル。元気はあるのに死ぬんだ、今から。グッバイ。アボさん、サッカーチーム作ろう。いや、サッカーボールされてる。アボがもうサッカーボールだって。サッカーボール。ボールは友達だもん、だって。違う、そういう意味じゃないから、あれ、多分。サッカーボール顔。サッカーボール顔になっちゃったせいで、俺。サッカーやろうよ、みんな。ありがとうございます。サッカーおもろいね。あとアーチかな。近いって感じで。11、22。タイギャングで22。まあ18人くらいでもいけそう。サッカー構想。サッカー構想。サッカー構想いいね。いいじゃん。俺ちゃんと賞金出すから。ちゃんと救急隊や。ちゃんと救急隊の人や。お願いしていいですか。ここでいいですか。現場で。あ、ここで大丈夫です。はい。ありがとうございます。あれ来ます。空気入れてあげてください。個人来ました。あ、すごい。いや、個人じゃない、なんか普通の方が来ました。普通の別の方。どんどん気まずいやん。なんかなんだあれ。なんだあれ。パンクしたくね。パンクしてない？パンクしたな。プシューとか言ってくれて今。どんどん警察来てるな。警察来ましたね。すごい取り囲んでる。めっちゃ警察。めっちゃここまで。いや、怖すぎるだろ、あれ。やられてる、これ、警察に。いや、船着き場はみんなのもんでしょうか。みんなのもん。だろ。お、後ろを回さるなって、お前。武井さん、ついでにあれ。お前、観光ブーだって。アクセル組んだら、これ出れないですよ、だけ。インパウンドして、あれ、パトカーインパウンドしてって。どれどれどれ。左、左。ゼロになってる。車でめっちゃある。後ろ。市民対応して。どいてプロマイドもらっていい？プロマイドもらっていい？欲しいだら、どいてー。プロマイド1枚もらっていい？プロマイド1枚ちょうだいって。もう本当に。プロマイド1枚ちょうだい。ああ！暴行罪。暴行罪。早く誰か請求してこいつに。オッケー。ちょっと待ってよ。暴行罪30万。プロマイドもらっていいこれ。乗るなってもう本当に。やばい。あ、連れてかれる。だるいだろうな。はい、ありがとう。何で来た？はい。まあ、やってもいいし、寝てもいいな、今日は。もう寝んの？まあ、悩みぐらい。でもサッカー楽しそうでよかったじゃん。いやいや、楽しくないだろ。俺は何もできてないんだよ、サッカーに対して。はい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 。どうも。ご来店いただきありがとうございます。ああ、どうも。店長のパウルです。パオルパオルです。ソイ。パオル。ソイを知りませんか？見たことないですね。そうですか。はい。では、どうぞ。こちらのメニュー見えますか？あ、見えないんですよね。なるほど。少々お待ちください。はい。
本日は何をされに来られたんですか？ああ、本日ちょっとはい、あ、魔法の薬があると聞いてね。魔法の薬、はい。ソフィー、うましかてよ。ソフィーを知りませんか？見てないんですよね。なるほど、うましかてよ。看板娘ですか？私が探している人です。なるほど。これちょっと待ってください。これ映す方法わかります？大丈夫ですよ。あ、これ見えました？真っ暗なるほど、このテレビがイカれているようだ。うましかてよ、ちょっと待ってください。あ、はい。っていうか、あなた警察じゃないですね。そうですね。ということは、あ、でもダメですね。パウルです。ちょっと待ってください。全然画像がない。あった。これで。エイメネマクト、おやすみなさい。これをこうしてこう。これをこうしてこう。どうですか？ああ、見えました、見えました。よかったです。何かご不明な点があったら、お申し付けください。ああ、はい。ええ。そしたらノンデリン王十個と。ソフィーを知りませんか？ソフィー知らないんですよね。そうですか。はい。ノンデリン王十個ありがとうございます。はい。であと惚れ薬を一つもらってもいいです？惚れ薬、はい、1000万円ですが。ええ、問題ありません。ありがとうございます。ノンデリン十個で30万。はい。惚れ薬一つが1000万。ごめんなさい、急に出しました。合計2億6000万です。おかしいだろ。ソフィー失礼しました。1030万です。うん、そうだよね。そうですね。はちょっとね。あの、早くぼったくられるとこだった。トゥ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 。ソフィーを知りませんか？知らないんですよね。なるほど。おばさんでしたっけ？そうですね。白髪のおばあちゃんです。白髪のおばあちゃん。はい。ウィスカーさんにぶち引かれておきました。かっこいいランディーな男性は知ってるんですけどね。いいえ、私が求めているのはソフィーだけです。ソフィー。なるほど、わかりました。地中100千万10万。ちょっと難しい。地中100千万、これだと3万だ。すいませんね、今日初めましてなんで。ああ、いやいや、地中100千万10万100万1000万。ソフィー、数が多いので袋入れておきますね。はい、ああ、ありがとうございます。ですが袋代は大丈夫です。ああ、ね、本来は3円いただいてるんですが、これでも2人で会ったのが何かの縁だ。ああ、ありがとうございます。いえいえ、今日はこの後は惚れ薬を使われるんですか？はい、ああ、いや、これプレゼントしようかと思ってて、友達に。おお、いいですね。で、友達がその好きな人がいるという話を聞いたので。なるほど、あなたは友達思いなんだ。ええ、いいね、ソフィーみたいで。ああ、ソフィーさんって方も、ええ、友達思いなんですね。そうですね。うましかてよ。では自分はこれで。はい、ありがとうございます。はい、私が BGM をつけるので、はい、お気になさらずご退店ください。はい、はい、ええ、では失礼します。お大事に。はい。トゥ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 ルル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 ハウルのボカベラリーがうましかてよとソフィーしかないんだけど、これ接客できないよ。ハウルなし、これ接客できないよ。お、入れ食いよ。入れ食いやな。ここ。おい、うるさい。びっくりした。うるさい、チェロ。出てきたんだけど。おい、ありがとうこれ。うちはね、薬局やっててね。うん、わしの娘がやっとるんじゃ、この薬局は。あ、そうなんじゃ。そうなんすか。うん、そうじゃよ。あ、娘さんいるんすね。そうじゃよ。娘さんなんて名前なんすか。わしの
マコじゃ。千尋と言うんじゃ。娘じゃなかった。うん。千尋じゃ。おい。おい。湯が入ったぞ。すまんの。裏後ろで湯屋をやっとるんじゃ。湯屋。湯屋じゃ湯屋。湯屋ね。ぜがうるせえからの。湯婆婆がうるせえんじゃ。あおい。おい、リン！そういうことね。おい。あー、変だ。理解理解。あー、そうなんだ。おい、何も変わらんだったら縁がちょっとだぞ。あ、いやいやいや、そう。なんかある。なにこれ？え、これ何？あ、これこの分かんないやつは教えるからの。うん。うん。これ見えてないや。見えたらユイン君欲しいものかいな。うん、分かった。このさ、一番左下のやつ、ちょっとレンさん外出てて。あー、いいよ。なんじゃ。とでも思ったか。ちょっとねー。いやいや。全部聞いとくよ全部。ほら、でも喋りな。一番左下のやつってなんすか。これはな、惚れ薬って言ってな。うん。他の、うん、聞く人もいれば聞かない人もいる。まあ相手次第じゃな。へー。うん。最初に見た人の虜。まだ2組にいたもんね。結構高いやつだからの。うん、本来の人は乗ってくれるけど、はい、まあ乗り割りやつは乗ってくんねえだろうな。なるほどね。うん。これでもさ、なんかもう見るからにじゃん。これどうやって飲ましたらいいんだろう。これはまあ飲んでみてっていうか、うん、もうなんか混ぜ込んじゃうかじゃねえか。まあね。うん。でも混ぜ込んじゃうと相手も飲まされてるってことをしづくらないから惚れることはないと思うから、相手が認知してる状態じゃないと惚れ薬の効果発揮されないと思うから。まあ、混ぜたよっていうことを言葉巧みに伝える感じじゃな。あー、なんかこういう感じね。そう、そういう、うん、なんかあれね。そうじゃな。はい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 。なるほどね。レンさんこれ買ったらダメ？ん？のれんいらないかな。いくら？それ1000万じゃな。あー、いいか、買えばいいじゃん、欲しいなら。いや、別に俺はいらないけど。俺もいらないよ、別に。あ、そうなの。欲しそうじゃな、なんかすげえ、二人とも。いや、別に俺が使うっていうか、まあいいや。あ、でも面白そうだよね。なんじゃ含みがあるの。うん。いいか、でかい買いなさい、ゆいくん。うん、まあでも面白そうだし、まあでも、持っとくとの、なんか、切り札に使えるからの。うん、でも一個持っとこうかなっつったけど、俺こんなに金ないわ。ストーリーを動かすことができるんじゃよ。うん、最高だと思う。そうじゃ。俺はそういうの大好き。行き詰まった時とかに使うとええの。うん、じゃあ、ファイオレが1個買ってあげるよ。じゃあ、マジで1個ちょうだい。ありがとうの。マジで面白い。やった、おもちゃゲット。嬉しい。最高じゃん。こういうの求めてたんだよね。ありがとうの。じゃあ、レンさんに渡せばいいか。ああ、俺に1回渡してもらって。ああ、ありがとうの。ほい、これが惚れ薬じゃ。惚れ薬なんだ。気をつけるんじゃぞ。UFO 容量守るよ、ちゃんと。ああ。へえー。ちょっと待てな。中百千万、十万百万千万、中百千万、百万千万。ああ、それ美味しいぞ。へえ、めっちゃおしゃれじゃん。高いだけあっての、プレゼントしたら喜ばれるじゃろうの。うん。全然違う。うん。大丈夫じゃぞ。なんだ？ああ、よかった。うん。あのさ、右上のやつ何？これはの、飲んでねんって言ってんの？この町は飲んでる人が多いんじゃ。あ、そうなんだ。ああ、飲んでるだらけじゃ。だからそいつらに飲ませてあげると治るかもしれんの。ああ、なるほどね。うん。やっぱユニオンじゃない？飲んでるって例えばどういう発言のこと言うの？飲んでり？うん。まあ例えばだけど、そうじゃの。先輩。まあ君、うん、何？なんか、どこ行った？なんか特徴ないのお前。悪口じゃん。うん、これがのんでりじゃ。あ、ね、普通の人は言わん。思ってもの。思ってはいるってことだ。うん。あ、思ってはいる。思ってはいる。思ってないぞ。そんなわけないじゃろ。本当に？特徴ない。わしは少しだけのんでりじゃ。あ、飲んだ方がいいよ。うん。わしはその買ってもらってもらうことが多々ある。あ、多々あるんだ。なんでかわからんがの。店長に一つみたいな。そうじゃの。結構もらうんじゃよ。へー、でも効果時間が短いんで結構飲まないといけんの、これは。それも人による。点滴、そうじゃん。点滴してもらった方がいい。面白い。ノンデリンはそれじゃな。担当がいいんじゃないよ、行くの。俺別に女の子に対してノンデリなこと言わないよ。俺が言うから。あ、じゃあこの人に開けた方がいいの。
あ、これレンさんにあげた方がいい。うん、飲んでいくら？飲んでる3万円じゃ1個。じゃあ10個買って。ああ、ありがとうの。うん、キャラユーイン君で。飲んでだよ。10分後。30万ぐらいあるでしょ。まああるけどさ。並んだっていい？まあいいよ、レンさんが俺に対して飲んでるじゃなくなるんだったらいいよ。じゃあ飲んでるをレンさんに渡せばいいの？うん、ありがとう。はい、で支払いは？支払い、俺で。了解じゃ。ありがとうの。面白いな、ここ。中100、1000、万、10万。そうだな、いろんな薬がこれから増えるからの。へぇ、楽しみ。ああ、ぜひロールプレイに使ってくれ。うん。俺ね、前薬屋さんやってたからね。あ、そうなんじゃ。うん。いいの？今回仲良いっていいですか？同郷じゃの。うん。え、ここってさ、うん、体験とかやってる？ああ、今はやってないが、店長に聞いておくじゃ。あ、本当にありがとう。わしがそうじゃの、わしほぼ今代理みたいな感じだからの。あ、そうなんだ。最近雇っていいか聞いてみる、聞いてみるわ。やろうか。うん、ありがとう。うん、了解じゃ。ちょっと忘れないうちに今のうちに。え、連絡先交換してもいい？あ、わし？厳しい？厳しい？あ、わしの、うん、スマホとかいろ持ってないんじゃ。ガラケーしか持っとらん。あーね、え、じゃあ電話番号、ね、電話番号言おうか。あー、電話番号言われてもいいか、忘れるぞ、持ってねえから。忘れる？あー、じゃあダメだな。うん、オッケーオッケー。あ、じゃあ、多分っていうか、開けたらツイートを毎回してるでの。そしたら来てくれ。うん、わかった。アナログでやっていこうや。うん、わかった。うーん、はーい。パソコンしかないわけね。あー、そうなんだよ。ありがとうな、千尋。じゃあまたタイミングあったらだね。うん。うん。じゃあ、また来るね。うん、話にでも来い。うん、分かった。暇な時にの。うん、暇だから、めっちゃ暇だからまた来るよ。うん、ありがとうな、千尋とりん。千尋とりんだって。ありがとうな。うん、何時だっけ？かまじいじゃよ。かまじい、ありがとう。またね。グッドラック。ファンファン。かまじいの声忘れたんだけど。誰か来たの？うん。おお、いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。ここや薬局だよ。効能が分かんないんだったら言ってね。佐藤ちゃんのお誕生日なのね。佐藤ちゃんにお誕生日のためにオールインワンケーキ欲しくて。おー、ありがとね。うん、あと耳とや、ペニスペシャルジュージュー。おー、ありがとう。ありがとね。え、ケーキは一つでいいのかい？うん、ありがとね。一つ、おー、ペシャル10個、ペニスペシャル10個、お薬飲めたわね。おー、ありがとね。行くよ。やったー。のんでりんさ、全然うちののんでりたち聞かないんだよ。のんでりんね、コーナーが短いんだよ。そうなんだ、やっぱ、長すぎるからか、うちの子たちが。そうだの、足とかも1分とかしか聞かないからね、人によるんだよね。一生ガム飲みしてもらわないとダメかも。そうだね、100個くらい買わないとダメかもね。薬局、ベニ薬膳とお薬飲めたわね。かわいいよね。うちの店長がデザインされてるんだけどね。うん、いいよね。ここね、病院でもね、ちゃんとお薬を処方していきましょうってなってるからね。あ、そうなんだね。そうそう、粉薬の時本当に嫌だからこれ使うね。ああ、ぜひぜひ病院にあのおろし先でね、やってもらえたらすごい嬉しいよ。分かった。うん、ありがとね。行くよ。これやったー。お薬飲めたわね。これとこれで怖いね。値段いくらになんだろうね、これ。ちょっと待ってね。60万の100万の110万かな。店長はちょっと留守の間任されててね。足もね、ちょっと慣れてないんだよ。ちょっとごめんね。ノンデリンも薬飲めたわね、もう。うん。すごいみんな好きだと思うから、会っててくれて嬉しい。ありがとね。嬉しいよ。一中百千万、十万百万。一中百千万、十万百万だよ。百万、うん、百十万円だね。はい。これね、数多いから袋に入れとくね。あ、助かる。でも、袋代はいらないよ。怖いね。いいよ、こんないっぱい。友達思いの君にはね。友達を喜ばしてあげてね。ありがとうね。ありがとうね。また来ま
こちらこそありがとう。ありがとうございました。うん、気をつけてね。はーい。お大事に。行くよー。お客さんがいいタイミングで来てくれるね。声似てなくないか？変えよう。これ入れない人いるんじゃないかな。ここで隠れててバーってやろう。絶対笑ってくれると思うんだ。時間ごとに店員が細かく変わるので、え、な、見つかっちゃった。何してんの？ん？ちょっと待ってね。何してんの？ちょっと待ってね。おーい。今ツイートしてたよ。ここで驚かそうと思ってね。一個驚くこと言っていい？何？大輝さんって知ってるでしょ？大輝？うん。うん。わかるよ。大輝さんが A 先輩のことを気になってるらしいよ。どういうこと？どういうこと？いや、同じ言葉、言葉通りの意味だけど。なんで？知らない。どういうことだろう。大輝さんが S ちゃんのこと気になってるんだって。あ、そっか、女子だからそれで好きになったのかな。あ、ね、かもしんない。君は好きな人はいないの？いないかな。そうなんだね。恋愛とかはあまり興味ないのかな。そうやね、恋愛とかはあんま興味ないかもな。でも、うん、恋はするものじゃなくて落ちるものだからね。君の意思とは関係なく、するときはすることになると思うよ。いや、これ慰められてます、もしかして。いや、そんなことない。僕たちズボンが一緒だね。おい、笑ってんじゃねえか。僕たちズボンが一緒だね。あと10分、大輝の髪他になしです。そうだね。うん。っていうか、トニー君は、はい、移動販売やったことある？移動販売っていうか、自販機？自販機はね、なんかね、コースがあるみたいなこと聞いたぞ。それ誰が知ってるかな？僕も。千代先輩。ああ、そっか。千代が来た時に話さなきゃね。まあでも、あれじゃない？普通に聞けば、あの人に。なんだっけ、飲食店の人に。うん、確かに、そうだね。これハイライトさん、あ、ちょっとじゃあ、え、これ任せられる？ここどう？あ、俺もう寝るんだよ。あ、もう寝るのか。あ、ないね。うん、ごめんね。そうだね、いいよ、ゆっくり寝てね。ちょっと連絡かけよう、人に。もうちょっと飲食店の人に聞いてくるよ。あ、いってらっしゃい。うん。